竜神島は、北海道湧内市に属する島。宗谷村の海岸から東方約100メートル沖にある、周囲約150メートルほどの無人島である。おもしのような形とする資料もある。小さいが、やや高さのある岩島で、環境脆弱性指標図では開放性海域の崖、急斜面に分類されている。竜神島付近は、アイヌ語に由来する地名。 地市屋として言及されている。文化5年頃の成立と推定される西江戸地名校は海岸にある高き岩が地市屋という地名の由来であると説明しており、文政7年成立の上原熊次郎町江戸地名校並びり定期においても同様に海岸にある高岩を表した地名とされている。松浦武次郎が安政3年の調査によって表した巡る浦日記においても 地について、前に、小島優。地名はそれをゴールとしている。地名研究家の山田秀蔵も、地市屋とは、高い独立岩のある辺の海岸のことを表す、愛の語であるとする。そして、南の方から来ると竜神島が際立って見えることから、少し大きいがそれを、地と呼んだのかもしれないと述べているが、松浦武四郎が、安政三年の調査時に記した手控えでは、 ちしもしりという名称で記されており、大佐十条形としている。また松浦武四郎による安政五年の手控えでは、ちしやについて、弁慶と運舎が海に大岩を投げて、変化者を追い払ったことに由来するという語言説を記しており、著書西江戸西市では、岩を投げたのは、シア前ぐるであって、弁慶のことと説明している。古くは、天明八年の 西江夷地分間において、印と、ヘモヤシ別の間に島を記している。完成9年成立の江夷順覧筆記では、知紀屋の沖に、縦岩があるとの記述が見える。文政4年成立の、第二本宴会予知全図においても島が描かれている。今井89郎による、天保2年調査の江夷東山一里数所入地図にも見えるが、知紀屋とはやや離れた位置に描かれている。 開エ七7年の村垣則政による、江戸地巡視に同行した、尾張や、番頭、鋳造の、江戸日記では、司や岩として言及されている。道書には、陸から一丁余りを気に位置する、州巡るり一丁余りの岩とあり、また、律の面白、要面白き岩であるとしている。安政五年成立の、西江戸地の内浜町家よりシ利まで地名称見下り数書、では、 地市屋の海岸より30軒ほど沖に、竹岩があり、その高さは2畳ばかりで、め巡るは130軒ほどとする。佐藤正勝文書では、北見国宗谷軍より、斜里軍まで得ずにおいて、地市屋崎に島が描かれており、宗谷軍境屋座、ヤムワッカルより、門別軍境屋座、トンナユ島での図では、地市屋と運島を描いている。北海道庁水産課による、 北見国宗や軍事博内村あザ止まりないたり、宗野村あザ鬼切るヘツ魚馬術即図においても、地市屋に島が記録されている。ありがとうございます。